ニラも高い。ネギもニラもまあ高いです。いやマジナメコも高いの。どうして？ドル高でさらに高い。トップバリュー最強。結構でかいですね。これね、初めて買ったの。美味しいよ、ね。ああ、よかったね。外は手が真っ赤っか見えます。手が霜焼けじゃない。眠しい。最近こういう品紹介してないなと思って、今日はちょっと携帯装置ガチで普段買ってる冬バージョンの、冬バージョンだから今日は冬バージョンのイオンさんの購入品紹介をしたいと思います。ちょっと手洗ってくる。ちょっと手洗って。よいしょ、こたつに入って寒いからさっさとしますね。そう、冬といえば野菜が高い。しかも今ドル高でさらに高い。もう死んでくださいと言われてるようなもんですよ、日本人。でも知りません。頑張りましょう。あれシート、ちょっと待って、いろいろ準備が。準備がなってないねんね。まず必需品、納豆いきたいと思います。最近ね、そう、私ちょっとこうやっぱ収益もいただいて、ちょっとだけ玉串。嫌だな、ちょっと生活水準が少し上がったので。と言いましても、納豆は今日安かったの。北海道産の納豆を買うのが夢で、ようやっと買うことができました。87円。もちろん50円台のもあって、たまに買えますよ。やっぱすぐ納豆なくなるのでね。ちまちま80、まあ100円台の納豆買ったらすぐなくなっちゃうんだよ、やっぱり。とね、旦那になんか緑茶買ってきてって言われて玄米茶安かったの。やっぱり緑茶高いんだよ、本場のものは。静岡の本場ののは高い。だからこういう玄米茶、結局抹茶が若干混入してますみたいな偽抹茶買いました。218円。やっぱトップバリさんなんですよ。うちね、ほんとね、息子偏食で食べれるもの限られてて、よくオムライス作ってって言って、白ご飯にただこうトロトロの卵ふんわりかけてケチャップでビーっていうやつをよく作ってるんですけれども、すぐあのケチャップがなくなるんですよ、我が家。なので108円だよ。あの業スーさんでも買うんですけれども、あ、もう間に合わないって時はイオンさんでささって買っちゃいます。あと、もう主婦のめちゃくちゃ味方、これおシュートさんも言ってた。もう本当に主婦の味方だよね、もやしって。私ね、本当もやしってすごいよねって言われた時に、うん、本当にすごいと思いますって共感ならしだった。もやしがなかったら死んでました、私、我が家って。ええぐらい、もうもやしは日本の味方。世界ではもやしってどうなってるのかは知らないんですけど、やっぱ日本の味方ですよ。だってこれ10円だったんだよ、10円。やばくない？トップバリュー最強ですよ。あれ、10円ってなってるけど19円になってる。なんで、どういうことですか。あれ、10円ってなってたんだよな、表示では。分からないけど、マジック、 It's magic、 マジックが起きたよ。え、どういうこと。10円です、これは。もうやめましょう、つらい。きのこ、きのこ私結構好きなんですよね。だからしめじがいつも安いから、しめじよく買ってます。これもトップバリューだね。あとね、ウィンナー、ハム、すぐなくなりません？そういう系。私はね、いつもなくなるたんびに、あー、ない、今日ないんだよね、ごめんねって言うんですよ。毎回やっぱり
なかなかウインナーとか高いからストックもめんどくさいしできないっていうのは現実ですね。これね、ポークとチキンが混ざってるのだから安いのかは知らんけど安かったの。なんか最近さ、何でも値上がりしてるから、もうね、わけわかんないの。何が安くて何が高いのかちょっと最近わかんなくなってきちゃって、あれってこれって前もうちょっと安かった気がなんだよ。だからもうここ半年以上ずっとさ、値上がりの数値を見てきてるから、以前の記憶がちょっと忘れかけてるの。だからもう値上がりに慣れちゃってるから、あれってこれどうだったっけみたいなぐらいの、なんかもうトリック&トリートになってる脳がって感じ、だからちょっと脳がおかしくバグってますね。まあ安い方かなーと思って、トップバリューさんだし、トップバリューさんばっかですよ本当に、いつも買ってる。キュウリも安かったのよ、 30% オフ。おお、しっかりした、結構しっかりしたキュウリが5本も入って。で最近さ、安い八百屋さん行ってもやっぱりね、結構値上がりしてるのよ。あのマックスバリューさんだったらイオンさんとかと大して変わらない値段で売ってることもあるので、これは要注意です。八百屋さんでも値上がりをしてるから、ちゃんと見極めないとトリックじゃあトラップにかかっちゃうよ。あとはネギとニラも高い。ネギもニラもまあまあ高いですよ。ニラが特に高かった。なんかもうこういう葉野菜が高くなってるね。とニラが198円。こういうのさ、普通98円で売ってんだよ。100円も2倍も値上がりしてる。あと長ネギの束で198円。まあこれはまあ普通かなって感じだけどね。安い時は158円とかですよね。ウィンナーどんなに買ってんのと思われるかもしれないけど、ウィンナーほんとすぐなくなるの我が家。ポークビッツ、これもねすぐなくなりますね。伊藤ハムポークビッツ288円、2本。いいかったね。あと料理酒もうすぐなくなります。やっぱみりん料理酒、みりん、酒、醤油とかそういうのはやっぱすぐなくなりますね。あ、めんつゆ買うの忘れた。でも近々行水行くから、まあめんつゆはそっち買いましょう。これは1リットル入って、あと158円。安いでしょ？あとそう、豆腐も値上がりしてるの。もう何でも値上がりなの。死んじゃえ。死ぬ、マジ。豆腐はこの3パック入ってる。まあお買い得なのかな、こっちの方が。やっぱさ、今まではさ、40円台とかで買えるのが、本当にもう倍値したりしてるから、もう見極め時ですよね。安い時もあるけど、なかなか安い時がやっぱりない。なくなってきた。常に安いはずの豆腐が、常にやっぱりこう、80円台で売ってたりしてる。3つ入ってる。トップバリューさん。トップバリューさんにほんと助けられてるんですけど、我が家。いや、マジ、なめこも高いの。どうして？我が家、なめこと言ったらさ、3つでね、100円ぐらいなのにさ、今さ、1個でさ、すごい高いんだよ。68円。主食系ですね。じゃん。これもトップバリューさん 10% 引き。こういうのはね、子供たちパクパク食べてくれるの。でもなんか普通のホッケとか出すとね、あんま進まないんだよね。なんか難しいんだよ、うちの子たち。肉は食べるんだけどね、こういうのは、魚系はこういうのじゃない、食べない。カラフトシシャも268円、結構でかいですね。これ関東とかさ、値段違うのかな、わかんないんだけど、北海道ってやっぱりちょっと海鮮系でかいのかな。あと豚肉味付き、これも安いよ、234円。みよん、こんな感じです。あ、めっちゃいい匂いする、ガーリックの。北海道といえばですね、これは本当北海道ならではだと思う。あの冬になるとタチ汁とか、タチを何でもね突っ込むんですよ、スープに。あの北海道の人って言ったらまた偏見になるかもしれないんですけど、私はよくこういうタチを突っ込んでます、スープに。美味しいんです、大好き。これでもグロい、気持ち悪いって食べれない人もいるらしいんですけど、私はもうグロくても食べます、美味しいから。タチポンとか大好きだから、タチのお寿司も大好きだし、まあ本当好きなんですよね。はい、というわけでタチが好きすぎて急にタチの映像になりまして、申し訳ないです。見てください、美味しそうでしょう。自撮りなんです、誰も撮ってくれないの、寂しいよね。撮って、映ってる、映ってるって。暑くてさ、あ、ちょっと目一個映ってない、映ってる今。うん、うまい、熱い、当たり前。うん、もうね、辛
ルピスも高いのよ。普段は買わないんですけど、理由があってですね、冬はやっぱり子供たちがよく咳風邪を出すんですね。で、今コロナも流行ってるんですけど、その時に薬とほんと混入するのにベストマッチなの、カルピスが。ほんと混入剤なんです、これ。じゃないと飲まないの。またココアとかにも入れても飲むとは思うんだけども、カルピスがベストなの、ほんとに。なんかね、牛乳とかに入れたらバレるの、甘いみたいな。で、これって甘いじゃん、もともと。だから甘いのに、粉末でも液体でもいいんだけど、甘いのを出して、さらに甘くして、甘いカルピスが出来上がるっていうイメージです。なので、普段は買わないんですけど。ござれがすごいやっぱり咳風邪がなかなか治らなくて、息子はもう錠剤飲めるんですけども、このカルピスがね、本当に我が家では必需品となってますね。そう、パリ、あ、これ溶けるからさっさと、あー、なんで最後に紹介しちゃったの、やべえな。溶けるじゃん。このパリパリチョコはね、よく買うんですよ、パリパリバー。ただこれね、罠があって、これ298円？すげえ。違う違う、もっと安いよ。パリパリバー、198円なのこれ。で、6本入りなんだけど、ドラッグストアさんとかに行ったら8本入りで198円で売ってるの。2本多いの。でもね、めんどくさいからっていう理由もあるし、冬道だからちょっとめんどくさい。だからめんどくさいんですよ、っていう感じで、冬でもアイス訓会っていう北海道あるあるなんですけど、まあ我が家ね、今年はかろうじて家があったかいのでアイスも消費するということでアイスを買ってますけど、去年は家が寒すぎてもうアイスなんて食べてられませんでしたよね。今年はかろうじてアイスを食べる家の気温ですね。北海道人は結構ね、家、冬でもアイスの消費が激しいです。まあ、おやつ代わりになるしね。はい、次、これ、ココア。ココアは258円。まあ、単純にこれもうね、安かったんですよ。多分冬といえばね、こういうので温まりたいじゃないですか。っていう、私が飲みたいってだけです。はい。嗜好品？これも嗜好品。これね、初めて買ったの。最後に紹介するんだけど、初めて買ったんです。オートミールが最近めちゃくちゃ流行ってない？もうちょっと古いかな？なんか TikTok とか、なんかインスタとかでも、オートミールを使って、食物繊維とか、そう、糖質がかなり、ご飯より抑えられるから、それに関して、糖質、糖質が低い割に、そう、食物繊維が多いから、いいよっていう風に紹介されてるんですよ、オートミールが。今、なあ。だから、ちょっとめっちゃ気になるオートミールってずっと常々、近々、思っていて、もう半年ぶりぐらいですかね、思いを抱き続けて半年、ようやっと購入しました、オートミール。ちょっと気になるの、ほら、ご飯って書いてるの、オートミールご飯。オートミールご飯？絶対まずいじゃんって思うんだけど。絶対まずいじゃんって思うんだけど。私は、ご飯にはしないかな？ちょっと。328円ね。ご飯にはちょっと、これはもう、偏見だよね。作ってもいないのに、まずいとか言うなって話なんですけど、作ってみようかな、じゃあ。オートミールチャーハンでーす。どうですかね？初。初めてです。森うさぎさん。森うさぎさん、どう？オートミールチャーハン、美味しい。ちょっと水の量やっぱ多くてね、途中捨てた水が出てたから、水を。美味しい？ちょっとやっぱベチャっとしてるけど、でも美味しい。あ、そう。ご飯的な感じはする？するする、全然する、そうなんだ。ベチャーハン、ベチャーハン、でも美味しいわ。水もうちょっとあれ遊べかったね、それ失態だ。美味しいわ。良かったです。面白い。じゃあ、という感じで、すごく気になったので、私は買ってみました。はい、以上じゃないの。本当は、今日ね、息子がお友達遠征に行ってて、お菓子を買ったりしてるから、お菓子代も実は含まれてます。まあ、もちろんお菓子の内容はこちらに載せているんですけど、息子のね、はい、内容も載せておきます。はい、ということで、以上、久しぶりの冬、北海道30代、週が、超リアルにご紹介する購入品紹介でした。はい、なんかもう汚い部屋でね、ごめんなさい。いつもこんな感じで紹介してます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。これを友達ん家に持ってきます。食べてね。